皆さん、こんにちは。スマイリングパーク、オンデマンド認知症ケア講座、チーフインストラクターの田代です。今日はよろしくお願いします。今日のお話は、本末転倒の4、認知症疾患別の転倒リスクというお話になります。チャプター30から33の4つ、全部転倒ですが、本日がこの認知症の話になりますが、高齢者ということで、全部まとめてご視聴いただけたら幸いです。よろしくお願いします。まず、認知症の人は転ぶ。これは転倒の原因と転倒が及ぼす影響をお示ししましたが、内的要因、外的要因があって、転ぶということなんですが、認知症はもちろん内的要因に入りますが、その中でも非常に大きな内的要因、転ぶ要因となり得るというお話です。これらの論文に、認知症の人は転倒頻度が一般高齢者よりも約3倍高いとあります。一般高齢者が転倒しやすいわけですから、さらに認知症の人には気をつけなければいけないということです。これは認知症疾患別累積無転倒率、ちょっと分かりにくいんですが、転倒していない人の割合です。最初は1.0、誰も転倒していないけども20%。例えばこれが認知症と診断された日から転倒までの日数ですので、この緑色の病気は1年で9割の人が転ぶというふうに見てください。どの色がどの色、どの疾患なのかということですが、一番転びやすいのが何か、何という病気か。これが PDD、パーキンソン病に伴う認知症、そしてその上が、パーキンソンの親戚ですね。レビー小体型の認知症。どちらも非常に高い確率で転ぶ。これがコントロール、一般の方です。一般の高齢者でも1年のうちに2割ぐらいは転んでいるかなということになります。先ほど最初に認知症の人は転ぶと言いましたけども、レビー、アルツハイマー、血管性、FTD でそれぞれ転ぶ理由、リスクは違っています。そのお話をしていきたいと思います。まず、レビー小体型認知症。先ほどお示ししましたけども、パーキンソニズムを持つこの2つの疾患はとにかく転びやすい。レビーの人を見たら、レビーの人が入ってきたら転ぶということを前提でケアをする必要があると思います。で、この PDD、認知症を伴うパーキンソン病です。パーキンソンディジーズ with デメンチアというのがありますが、パーキンソンニズムを発症後1年以内に認知症をきたした場合には、レビー小体型認知症。1年以後に認知症を出た場合には、今言った PDD、認知症を伴うパーキンソン病と表現するようになっています。少し復習ですけども、パーキンソン病とレビー小体型認知症を合わせて、レビー小体病と言います。このレビー小体が大脳皮質に広く現れると、レビー小体型。で、脳幹に現れると、パーキンソン病になると、勉強してきたと思います。で、共にこのパーキンソニズムを出す2つの疾患は非常に転倒しやすい。ご存知のように、パーキンソニズムの4大症状、安静時心線、手が震える、筋肉が硬くなる、すくみ足とか歩きにくくなるとかあります。当然、歩幅狭い、転びやすいですよね。姿勢反射障害、体が傾いても次の一歩が出なければ転びやすいです。特に3と4が転倒には関係しているかな。もちろんこちらも関係します。だけど、この無動と姿勢反射障害が、パーキンソニズムでの転倒原因になると思います。で、これが健常の方の歩幅と歩荷幅ですね。見たときに、
パーキンソン病の方は当然歩幅が狭い、すくみ足、そして歩角が狭くなるということは、前後左右に安定感がない、転倒しやすいということになります。これは随分昔の教科書です。今はこんなしてその病気の人を写真出すことできません。こちらがパーキンソン病の方、健常者の方が歩いていっています。どこが違うのか。まずパーキンソンの方で言えば、手を振っていない、安定感がないですね。と前傾姿勢で歩幅が非常に狭いです。で、すり足、こんな風に足の先が上がってませんので、すり足で、これもつまずきやすいということがわかります。これはチャプター12で DLB やりましたけども、DLB の人は転倒すると考えてケアをすることが一番重要かと思います。こんな中核的特徴や支持的特徴、いろいろ考えると全てが転倒につながります。またこちらの12をご参照ください。それとこれも説明しましたけども、レビーはステージ、病気によって出る症状が違う。まず初期からパーキンソニズムが出る。パーキンソニズムが出れば転倒しやすいことはもう何度も言った通りです。じゃあこれから中期になればパーキンソニズムがなくなる、安心なのかというと、原始幻聴誤認が出てきます。床の上に何か物が見えて、それを避けようとして転倒する可能性が増えてきます。怯えたり、小動物が見えて怯えて転倒するかもしれない。じゃあまたステージが進みます。今度認知機能の変動。例えば、今喋っていたのに急に意識がなくなるような状況です。歩いている時に認知機能が止まってしまったら転倒します。このようにレビーはステージによって出る症状が違うんだけども、いろんな点で転倒しやすいことが続いていくと考えるべきです。さらに認知機能の低下が来ると、アルツハイマーと似たような状況で判断力の低下も加わってきます。次に血管性認知症です。このパーキンソニズムに続いて転倒しやすい。これはチャプター23、24でも出していますが、血管性認知症の人、麻痺がない場合もありますが、肩麻痺、失認失行という高次脳機能障害、そしてパーキンソニズムが出る人もいる、認知症が出る人もいるというふうに、いくつかの障害を抱えることによって転倒しやすくなっています。当然、脳卒中によって麻痺があれば、麻痺側に転倒しやすい。右肩麻痺の人を見たら、他に何の症状があるか。左肩麻痺の人を見たら何の症状があるか、これはケアの観点からも重要かと思います。右麻痺の人は病変が左ですので失語症ですね。で、失語症で転ぶことはありませんが、左肩麻痺の人には麻痺側の空間失認、自分の体を気づけないと、自分が麻痺があることは気づかないというふうな失認がありますので、当然これらで転倒しやすくなっています。ここにイラストがありますが、左半身が麻痺なので気をつけてと言っても、ここでぶつかってますよね。と、自分の麻痺を認めてない。左半分が見えていないのでぶつかりやすい。当然こっち麻痺側ですので、ぶつかったりしたら転倒しやすいということがあります。こういう言動がありますが、認知症というわけではありません。これらの失認というものが重なっていると、こういう状況が生まれます。これを知っておくことも大事ではないかと思います。この辺に小さな黒いとこがありますが、これ同じ写真ですが、黄色い部分が酪脳梗塞といって小さな梗塞。
これでは麻痺は、運動麻痺は出ません。しかしながら、大脳基底核というところに病変がありますので、それが原因でパーキンソニズムが出やすくなっている。このように麻痺はないけども、多発性ラクな梗塞の人はパーキンソニズムと血管性認知症になりやすい、麻痺がある場合もあるかもしれませんが、この方も転倒しやすいということを頭に入れておいてください。何度も言いますが、脳卒中後遺症の人の全てが認知症になるわけではありませんが、転倒しやすい状態であることは間違いないかと思います。最初に言ったこの1から4までの4つの障害を理解しておく必要があると思います。次はアルツハイマー型認知症です。物忘れでは転倒はないと思いますが、そのもっと根幹に関わる注意機能障害での転倒はあり得ると思います。注意機能障害初期から出てきます。これはよくテキストにあるんですが、注意機能の要素、4つあると言われています。いろんなことに気を配る。で、それを選択する。で、それを持続させて、それが終わったら転換するという、この4つの要素があります。で、特にこの複数のことに気を配るという注意の配分。複数のことへの気配りとは、周囲への配慮、そして情報収集、人が歩いてきてるとか、危険物があるとかですね、それを身につけるというか、情報を得ているわけです。そうすることによって、危険回避をして、転倒を予防しているのが私たちです。私たちというか、健常の方です。で、この配分の障害が出ると、周囲への気配りができなくなると、周囲への配慮、情報収集ができなくなって、危険回避ができなくなって、転倒へとつながる可能性が高まります。アルツハイマー型認知症の方、見当識障害もよく知られておりますが、その前に、見当識、時、場所、人と自分との関係の知識と一般に言われています。ここに何を入れるべきというか、入れなきゃいけないでしょうか。これはよく知った、時間は別として、場所、人と自分との関係がわからないのが、わかるというのが見当識です。初めて会った人は分かりませんよね。ですから、よく知った人との関係を理解していることが見当識。つまり、見当識障害とは、よく知った人も分からない、よく知った場所も分からなくなってくるということです。で、自分の記憶との照合、確認の証拠を見当識障害があれば探し回ると思います。なぜここにいるのか、知ってる場所なのにいる理由が分からない。そうすると、今言ったように、何か証拠があるんではないかで歩き回る。これが他人から見たら徘徊になります。動き回ることによって、探し回ることによって、視野、興味とは探すものが証拠ですね、狭くなりますので、転倒リスクの増大となります。そして転倒に行く。何か理由はこれと別かもしれませんが、徘徊による転倒、これも認知症の人では非常にリスクがあると思います。それと、アルツハイマー型認知症の方の病変は、こういうふうに頭頂葉です。で、頭頂葉には構成執行、もしくは視空間認知という執行室にどっちも位置関係とかですね、それをうまく理解できる脳みそがあります。そこが障害されれば、この障害物とこちらの障害物、どちらが手前かどうかとか、うまく見えてない可能性もあります。これはどちらのボールが手前に見えるでしょうか。皆さん、ぜひ見てください。どちらが前にありますか。今度分かりますね。どちらが前か分かりました。じゃあ、次のスライドです。このボールは同じ位置なのに、位置関係が分かります。それは私たちがこの影とか
この柱とかいろんなものを同時に認識して瞬時で反応していると思います。あくまで想像ですが、認知症の方はこちらを見たらこっちが見えない、こちらを見たらこの壁との関係がわからない、そういう状況にあるのかもしれません。それによって転倒リスクは高くなっていくと思っています。アルツハイマー型認知症の人は注意障害、見当識障害、空間認知障害等々含めて転倒しやすいと考えるべきだと思います。前頭側頭型認知症になりますが、このグラフの中に FTD がありません。じゃあ FTD は転ばないのかということではなく、これ FTD、これ全部足したら100%になるんですが、この FTD 自体が全認知症の疾患の中で1割ぐらいしかいない。まあ、極めて例が少ない。さらにこのグラフでいくと、FTD も書かれていないというふうに、FTD 自体が少ないので、その転倒に関してデータがないと考えるべきだと思います。転倒しないんではなく、データがない。これはよく言われる FTD の症状、情動行動、順守機能障害、自発性の低下、食行動障害があります。で、この中で、まあ、この一つが脱抑制ですけども、初期には脱抑制が多い。つまりルールを守らない、してはいけないことをするということで、転倒しやすくなることはあると思います。それ以上に非影響性の増大、内的欲求が生まれたらすぐに行動する、つまり思い立ったら後先考えない行動パターンであり、診察中の立ち去り行動、診察中に急に立ち上がって帰るとかいうことですね。ですから何か音がしたらそっちの方に気が向いて周囲見らずに進んでいく。そうすると転びやすい。ちょっとこれ私が作った言葉ですが、FTD の一点視野行動、何か目指したものしか見えない。つまり危険物は見えない。ADL はしっかりしているけども、転倒しやすいということもあり得ると思います。認知症疾患別の転倒リスク、たくさんありますので、ちょっと一部分だけを早く言いましたけども、特に DLB は転倒するとして考えるべきである。で、血管性認知症はなぜ転倒しやすいか、こういうことも知っておく必要がある。AD でもこのような状況があるということ。で、さらに FTD、今言いましたように順守機能障害が初期にある。ADL は保たれているけども、普通の方でも転倒するように転倒しやすい。つまり認知症の人の転倒予防には、各認知症を理解した上での見守りケアが必要だと思われます。で、ここに身体拘束の概念とちょっと違うものが出てきましたけども、その概念10個ありますが、立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。これも身体拘束の概念に入る。なぜこういうことをするのか。徘徊して転倒するのが怖いという考えがあるかもしれません。自分で立てないことが分からず、車椅子からすぐ立ち上がろうとする人はいらっしゃると思います。そうすると転倒するので、どうすればいいか。拘束する。拘束帯ですね。これ、まあ、Y 字帯とかも言うらしいですけども、こんなして、後ろでもしっかり肩、腰、この椅子の下で固定して起き上がれないようにする。そうすると転倒しない。というのは本末転倒ですよね。まあ、この本末転倒という言い方にしたのは、タイトルにしたのはこのことだけではなくて、まあ、あまりにも転倒の概念、そしてどういう時に転倒するとかをあまり参考にせずに、転倒防止の啓蒙をしてきたような気がしたので、こういうふうな本末転倒というタイトルで4つお話をしました。
で、これは認知症高齢者への対応と法律問題というテキストがありますが、この中に介護と身体拘束、人格尊重なので拘束はしない、生命尊重なので身体拘束はしてもいいという考えの中で、介護の人が揺れ動くという模式図が書かれていました。まあ、これだけ見てみたらすごくなんか美しいという表現は悪いんですが、確かにテキストですからこうしか書けないと思います。しかし実際はこれもはっきり言ったらいけないんでしょうが、法令遵守か介護保険法では身体拘束してはいけないので、身体拘束できない、しない。で、これは生命尊重の前に転倒させたくないと、業務が忙しいので業務軽減のために拘束してもいいんじゃないかというふうな発想があっても、それは仕方がないかと思いますが、してはいけないというふうに、まあ、嫌悪もしなければいけません。ただ、拘束は転倒回避の手段であって、転倒予防、背景を知り対策するものではないということは知っておくべきではないかと思います。同じ先ほどのテキストですけども、徘徊等の見られる認知症高齢者の転倒事故を回避するための措置、本人の個室に離床センサーを取り付けて、ベッドから動いた場合に対応する。ベッド上で寝ている姿をモニターで見てはこれはいけません。で、職員は夜間センサーが反応する都度部屋を訪問し、本人を餓傷させるなどの対応をする。職員はセンサーが反応しなくとも、夜間や早期には定期的に巡回して本人の動静を把握することと書かれています。実際に現場ではこんな簡単ではないことを分かってますし、私自身ドクターですので、夜中のこういう状況を知っているわけではない、あくまで報告だけです。で、特にまた管理者の方、解説者、施設長の方々もそれをどこまでご存知かというのも大事だし、職員を守ることも大事だと思います。非常に刺激的になりますが、本末転倒というタイトルで4つのお話をさせていただきました。以上で終わります。